激しい。はい、スタートいたしました。裏木チャンネルです。今回こちらですね、浦和レッズ VS 福島イネット FC まったりプレビューということで、明日天皇杯2回戦が駒場スタジアムで行われます。そのまったりプレビューになります。ゲストは福島イネット FC の番記者さん、小林武さんになります。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。はい、初めてお呼びいただいて本当にありがとうございます。いや、こちらこそ、ちょっと全然、実はあんまり、そうです福ね。島の情報が分からず、ちょっとぜひ、ありがとうございます。来ていただきまして。ありがとうございます。はい、ちょっと今回いろいろお話を聞きたいんですけども、お題を簡単にお出しさせていただくと、まず、どういう得意な選手なのかだったりとか、あと意外と、浦和と福島のつながりがありますと。このお二人からちょっとお話を聞いていただいてという感じだったり、あと、実際天皇杯どういう意気込みなのかなとか、そうだね、そこ大事だね。あと現在の FC ユナイテッド FC の状況と、この選手は明日は気をつけてほうがいいよみたいな、などなど、あとすごい取り組みも、有名な取り組みがありますんで、こちらの方もご紹介していただくという感じの盛りだくさんのそうです。内容になっております。はい、です。で、じゃあそんな感じですかね。はい、じゃあ早速始めていきたいと思います。よろしくお願いいたします。お願いします。小林武さんにいろいろ質問するコーナーということで、ありがとうございます。ユージーさん、なんかもし、わーみたいな。あれ、ちょっと待って。間違えなった。たんだ。はい。ありがとうございます。ちょっと、私、文字が多いんですけど、こちらの紹介させて、なんかたくさんいろいろと気になるところがあるんですけども、プロフィール、小林さんのプロフィールになります。静岡県の静岡市清水区。これ、すごいところですね。で、清水四中でよろしいんですか、これ。はい、清水第四中学校です。はい。で、服部俊博おお現監督の2年後輩ってことは、3年時に1年だったんですよね。そういうことです。はい。本当になんていうか、運命的なものをなんかちょっと感じました。びっくりしました、本当に。はい。そうですよ。で、清水東高校というサッいカーや、の名門名です門よ中ね。の名門じゃねえか。はい。いろんな、いろんな有名な、七海さんとか、清水東でしたっけ。七海さんは清少ですね、清水あ、す少い女まですせん、ね。適当で。有名な方、はい。チェアマンの野々村さんが、小学校と中学校と高校の3つの先輩。はい。すごい。小中高の3つ上の先輩ですね。はい。というサッカーから2006年に宮城県仙台市に拠点を移してフリーライターとして取材を始め。で、ベガルタ仙台は2006年から。で、福島ユナイテッドは2016年から取材されていると。で、少年から高校まで育成年代も取材されているという形のプロフィールになります。すごい。もう東北全般って感じですか？そうですね、南東北が多いですけど、岩手とか秋田とかにもたまに行くことはあります。そうはか、東北って広いからな、やっぱり。広いんですよね、す南ごい東広北っい。て言わないともうダメなのか。仙台レディースも取材されているという。取材されてます、取材してます、してます。はい、失礼します。という感じです。ありがとうございます。で、今の南仙台レディースの監督が、はい。2つ前の福島ユナイテッドの監督だったんですね、松田丈夫さん。うんうん。そういったつながりもあるんで、すごくよくしていただいてます。先にスパチャいただきました。赤井絹さん、ありあがりがとうとうごござざいいまます。す。小林さん、要さん、ゆりさん、こんばんは。こちら、福島在住のレッズサポーターです。お、え、すごい。そうなの？なんだ。福島とも創設者の方と縁があり、ああ。旗揚げ以来応援してます。明日は何とも言えない感情のまま試合を見舞われたいと思います。多分仕事で見れないけどと。なんか創始者の方も変わった人なんですよね、確かね。変わった？そうなんですか？だってなんかラジオのアナウンサーとかなんか書いてなかったっけ？そうなんですか？なんかいろいろそういった経緯もいろいろあったみたいですけれども、はい。でも、やっぱり浦和レッズもすごく大きいクラブなので、やっぱそういった形で福島の方でもつながりを持ってらっしゃるっていう方は、やっぱいっぱいいらっしゃるなっていうふうには思いますね。はい。ありで、がとうごちざいょっます。と続いていってます。いつ頃どのようなきっかけっていうので、まず2016年から福島ユネットを取材されているという感じですけど、きっかけっていうのはどういうきっかけで福島の番記者さんになられたんでしょうか。きっかけはですね、はい。エルゴラッソの、担当の方から、はい。J3 の、開幕1週間ぐらい前に電話が来て、おう。福島の番記者を急遽やってほしいっていえ、う話で。そんな感じで、パンチャってなんの？で、ってそう、ちょうど仙台のトップの試合に行く前だったんですよ。はい。はい。で、はい。
と思って、で、最初ちょっと、即返答はしなかったんですけど、J1 と J3 って、意外と被らないんですよね、日程とか。そういったこともあったので、はい、はい。なので、あ、できるかなと思って、はい。で、行くようになって、で最初は福島とも全く遅延がないので、はい、本当に何ていうか手探りっていうか、まあなかなかちょっとこれはどうしたもんかなっていう形でいろいろ手探りでやっていったんですけど、幸いなことに本当福島の皆さんがすごくあったかいんですね。本当に人があったかいなっていうのはバンキシャになってすごい感じました。はい。でまあずっとやらせていただいて、はい、って感じです。今もう6年やられていると。はい。ね、6年やって7年目です、ね。あ、7年目か。はい。はい。で、ちょっと、実際の福島の具体的なところに質問させていただきたいと思うんですけども、やっぱり一番注目すべきは、今年から監督が変わったと。で、時崎監督という、監督がすごく昔からやってたと思うんですけども、今年から栃木 SC の監督に移られたと。うん。はい、で新しく来たのが服部俊博監督って感じですね。はい。時崎優監督は、はい、いわゆる、J3 に上がる前、監督をやられていて、で、はい、ライセンスとかの問題もあったので、平型クラブの湘南ベルマーレの方に移られて、育成とかでし、うん、コーチをされてっていう形で、はい、でそれで戻ってきたのが、2020年ですね、にヘッドコーチで戻られて、で、それで2021年に、まあ、S 級取られたってことで、監督っていう形で。ああ、はい、そういう複雑な流れなんですね。はい。でも、すごく、時崎監督、すごく、湘南でものすごい経験積まれて、いい経験積まれて、で、去年、J3 で、過去最高位の5位まで上げたんですよね。そうですよね。はい。というのを、やっぱ栃木 SC さんが見ていて、はい、でそれで栃木 SC さんがオファーを出して、でそれで時崎監督は、まあ、栃木の方に移られるっていう形になって、それが決まって、でそれでじゃあどんな監督が来るのかなっていうふうに思っていたら、本当に私もびっくりしたんですけど、服部俊博さんにオファーを出して、で、はい、服部さんが監督にっていう、はい、すごい。中学校じゃない。あれジュビロで監督やってたんだよな。監督は初めてです。はい。ジュビロでは強化部長です。そうですね、強化部長。強化部長をやられて、はい、で、その後、ちょっとアカデミーの方に移った後に、トップのコーチに移られ、で、はい、去年はトップのヘッドコーチをやられました。あ、そうか、ヘッドコーチか。はい。はい、そうです。なので、割と、指導者をやってた期間よりも、強化をやってた時代の方が長いって感じですね。そんな、今年から服部俊博さんになったという感じですけれども、ちょっと私たち、ちょっと私なんかこう、多分みんな多くの方もそうですけど、なかなか J3 の試合を見る機会があまりなくて、はい、FC 岐阜をどうしても中心に見てしまうようなサポーターです。はい、いうこともありまして、福島の得意な戦術っていうのは具体的に今どういうような形の戦術をやられてるんでしょうか。こう守備的とか攻撃的とかそういう感じで教えていただければ。って言ったら、なかなかちょっとつかみどころがっていうところもあるんですけど、はい、すごく、オーソドックスに、本当になんかベーシックなことを、なんかしっかりやらせるというか、本当に当たり前のことを当たり前にやることを90分徹底させるっていうか、まあ攻撃も守備もっていうところで、すごく、本当にオーソドックスに積み上げていってるような感じで、はい。っていう、ちょっとなんか、それだとなかなかイメージがしづらいかもしれないんですけど、はい。まず、やっぱ、服部監督、現役時代もすごく、やっぱりディフェンスのところが、やっぱり、特徴的だっていうところもあって、ね、ディフェンスがすごく整備されてるっていうのはあります。はい、具体的に言うと、10試合で3失点は、こちら J3 最高、最小失点、まあね。最小失点ですよね。なんか、10試合3失点って、相当守備が硬そうなイメージ。カッチカチだな。カッチカチですよね。はい、カッチカチ。そこまでなんていうか、ベタ引きっていうことでもないんです。はい、それでも。はい。はい、本当に、ラインはそんなにだから低くはないですし、はい。はい、ただ、本当に、スライドとか、あと、本当に、ボール奪われた時の立ち位置
をどう取るかとか、そういったところはものすごい叩き込まれてるので、本当にボールバレたらしっかりいい立ち位置取って、で、とにかく、後ろ向きに守備しない、前向きに守備できるようにっていうような形で、まあ、いい位置を取り続けるというか、はい、そういったことはすごく徹底してやってるので、はい、3失点なんですけど、2失点はセットプレーで取られていて、で、今は流れの中からは1失点しかしてない。すごいですね。あんまりやりたくないな、そういうタイプ。YS 戦で、ちょっと、入りでちょっと抜けていたっていうか、ちょっと集中が切れていた時があったんで、そこで失点したっていうのはあったんですけど、それ以外は流れの中からはないです。今、裏は決定力不足なんですね。まずい。むしろなんかジュビロ全盛期を夢見て N ボックス再来とかやってほしいぐらいの感じなんこちらそこまでのせいでボランチがいればねっていうところですけど、はい、こちらあれですね、 J3 最強の盾という感じで、はい、そうなんだ。今先ほどちょっともう一個攻撃の部分で言うと、先ほど小林さんが立ち位置っていうふうにお話しされてましたけど、その浦和レッズ、最近私とユージさん覚えたのがポゼショナルプレーという言葉を使ってまして、なんかポゼショナルプレーを装備してるかしてないかっていう部分が結構気になるんですけど、なんかまあ概念的な部分だけど、ポゼショナルプレーっぽい感じをやられてるってことなんですか？そうですね、ポジショナルプレーって言葉は使わないですけど、立ち位置って言葉はかなり使います。はい、ほぼ一緒ですね。まあそうですね、だからまあそういう概念はまあ、そういったポジショナルプレーみたいなものはある程度は仕込まれてるなっていうのは感じます。やっぱりクロスに対する入り方とか、はい、そういったところで、すごく、クロスに対してすごくいいタイミングでいい位置を取るというか、そういったところは割とできてるので、割とクロスから最近は点が入ってる感じです。なるほど。手強そう。え？そうだな。手強そうじゃないですか、これ。でも、やっぱりそこは、やっぱりまだまだ、服部監督はやっぱりすごい厳しいので、はい、まだまだやっぱり J3 の選手で若い選手がとにかく多いので、はい、やっぱりまだまだミスが多いとか、あと、服部監督はすごい見るとか判断するっていう話をすごくするんですけど、はい、まだまだ全然見えてない。で、まだまだ全然判断も良くないとか、すごく、いつも厳しいことは、勝ってても言われます。はい。第2節で5得点取って勝った後とかも全然良くないっていう風な話を、はい、ここでもサボってるし、ここでもまだ、判断が悪いとか、そういうのをミーティングですごい言ってるそうなので、だから、とにかく、気を緩ませないっていうところは、すごいやってます。そうか。服部っぽいね、なんか。はい。ドゥーガの教えを、そのまま受け継いだって感じだよね。そうですね。あとは鈴木正和さんをすごく尊敬されてるっていうのは監督会見でも就任会見でもおっしゃられたんで、はいはい、そういった形でやっぱ去年鈴木さんの下でいろいろ勉強されたっていうことはいろいろいっぱいあるのかなっていうところですね。ちょっとまだまだ聞きたいことがあるんですが、浦和と福島のつながりがあるということが教えていただきまして、まず一人目が諸岡優斗選手ですかね。諸岡宏斗ですね。宏斗選手、はい、こちらのつながり、はい、浦和とのつながりがあるということで、はい、ぜひお願いいたします。キャプテンなんですけど、まあ、浦和とのつながり、はい、割となんか子供の頃からレッツがすごい大好きだったみたいで、はいはい、おばあさんが埼玉に住んでる、なんか東京出身なんですけど埼玉におばあさんが住んでるってことで、そういったのもあったり、はい、あと、まあ、そういったものがあってレッツがすごい幼少期から、はい、ファンだったみたいで、であと埼玉県の小智深谷高校出身なんですね。もうで、さらに言うと浦和、はい、レッツの平野選手いますよね、はいはい、平野選手が先輩なのかな、国士舘大学の、はい、はい、で、あと秋元選手が後輩っていうふうに言ってました。じゃあちょうど真ん中のこちらですね、真ん中の選手なんですかね、はい、ちょうどこう年代的に言うと平野選手と秋元選手の真ん中みたいな。そうですね、はい、6番選手168センチ、へえ、はい、これ、まあ、ボランチですね。でキャプテン、はい、キャプテンなんで、じゃあ、はい、試合に出てきそうですね。試合にはほぼっていう感じですね。はい、でやっぱりまずやっぱり守備がすごくいい、球際にすごいガツガツいくタイプですね、はい、でそれに加えて、はい、
さらに最近はなんかパス出しもすごく良くなって、はい、すごく展開力なんかもついてきてるので、うん、本当にやっぱり欠かせない選手っていうか今チームの中心です。これはちょっとなんか良かったらどう？背負う責任を感じますね。はい、いやもう本人嬉しいだろうな、浦和と天皇杯で戦いなんて、ね、やる気頑張るだろうな。はい、すごい嬉しいって言ってました。ワクワクしてるって言ってました。実際じゃあそういうコメントも取られてるという。はい、そうです、はい、さすが、はい、さすが。でもう一人が長野翔輝選手。翔輝選手、長野翔輝選手のつながり、25番のフォワードですね。これか、はい、183センチ、大きいですね。あれ結構でかいね。はい、はいはい、結構長身で、パワーのある、はい、高卒2年目の、はい、選手なんですけど、東福岡高校なんですね。はい。で、その前に中学に小倉南 FC かな、はい、っていう中学のチーム、はい、なんですけれども、はい、その小倉南で1年先輩だったのが、浦和レッズの大畑歩選手。あらら。あら。はい、ということですね。大畑より下なの？はい、大畑より下、そう、大畑選手より下なんです。はい、1歳後輩ってことか。1歳後輩です。大畑選手は鳥栖の U18 からサガン鳥栖に入られてっていう、はい。で、それでレッツに来られたっていうことなんですけど、うん、はい、はい。まあ、そういった形で、ちょっと、中学時代のつながりがあるっていうふうなことは、はい、語ってました。183もあんのか。怖い。こちらの選手も出てきたりしそうな。感じの試合、そうですね、先発かなーっていうところですかね。怖いな、はい。で、長身なんで、まあ、シャドウ、シャドウ中心なんで、ワントップに今までは置かれてたんですけども、はい、最近、服部監督はシャドウで使っていて、はい、シャドウでも結構、その推進力とか、パワーとか、そういったところがうまく使えるっていう、うん、はい、ところで、まあ、結構、意外性というか、面白さはあるなっていうのは思います。はい、まあ、まだまだ服部監督は厳しいので、すごくまだまだ見えてるものが足りないっていうのはおっしゃってますけど、はい、先ほどの赤井きつねさんが高3で怪我したら絶対 J1 行ってたという。そうなんですね。そうですね、高3の東高校の時にちょっと怪我をしてしまったんですね。はい、なんか見た目レディースの菅さんに似てない。あ、ちょっと確かに似てるかもしれない。ちょっと、はい、ちょっとそうかもしれないですね。はい、ゆいかさんですね。はい、ありがとうございます。こんなつながりが、はい、いろいろやっぱあるもんですね。いろんなつながりが、はい、そうですね、いろいろ、はいはい、他にも西武大高校出身の橋本陸選手とか、あと昌平高校出身の選手の柴啓太選手とか、あと八木選手とか、はい、昌平高校から割と3年連続で取ってるので、あら、そうなんだ。昌平の選手がいい選手も全然浦和に来てくれないんですよね、こんなに近いのに。そうなんですか。あら、そうなんですよ。なんか青森山田から来るんですか、ね、合いそうな感じなんですけどね、はい、いやなんか不思議と取らないんですよね。うーん、でちょっとレッツサポーター的にこれがかなり気になるんですけど、天皇杯の意気込みというこで、ね、あ、これ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 、やっぱり一応ちょっとこちらで整理させていただくと、まず日程的に大丈夫なのかなっていうところで、5月の29日に宮崎戦がありました。なんで中2日で試合がありますと、1日で、この後なんですけども、もちろん福島ユナイテッドは多分 J2 昇格を目指してやられていると思うんですが、今4位で、次相手が藤枝マイン FC が日曜日6月5日にあるんですよね。なんで中3日で4位と5位の直接対決があって、結構これはすごく大事な試合なんじゃないかなと。そうでしょう、もう昇格に全力いった方がいいですよ。というので、はい、ちょっと去年とかの富山とかか、あと相模原さんは結構そのクラブ J2 とか J3 のリーグを優先して控え組中心のメンバーで来られたんですよ、去年、今思えば、うんうん、なんでそういうことがあるといいなと思ったんですけど、このあたりの意気込みというかどうなんでしょうか。多分ターンオーバーはしないと思うんですね、はい、服部監督は割と、はい、なんていうか、試合に出すための基準がすごく厳しくて、はい、やっぱりある程度の水準にやっぱ達してないってなると、やっぱり出さないというか、そういったことも、はい、この間、いわきと試合やった時って、コロナで8人選手がいなかったんですね。はい、8人だったので、はい、まあ、いわゆる控え選手とかも、いわゆる7人置けないような状況だったんですね。はい、それでも、いわき戦とか、交代枠とか1個しかつかなかったんですね。1個、まあ、だから、
ここに交代できるのに。そうで、まあ、結局負けたんですけど、はい、で交代一枠しか使わなかった理由とかもその後聞いたら、はい、やっぱこのハイテンションな試合、まあ、いわゆる福島ダービーだったんでハイテンションな試合だったんですけど、はい、そういった中に出して、じゃあある程度パフォーマンスが期待できるかっていうとちょっと難しいと思ったみたいな話をされて、はい、っていうことで、やっぱりそういった形で、ある程度やっぱり監督の基準の中でやっぱり水準に達してる達してないっていうところでやっぱり出すか出さないかってを決めてるっていうところを考えると、おそらくはなんだろうな、やっぱりまあよほど、まあ1人か2人ひょっとしたら変えるかもしれないですけども、中軸は多分変えないんではないかなっていうふうに思います。じゃあもうベースメント、はい、おそらくそうかなっていうふうには思っています。はい、こちらのエデさん、多分福島のサポーターの方かなと思うんですけど、はい、こちらフリードプレー、先ほどの子なんですかね、フリードプレーやベンチ2人でも1人残した監督っていうのも、要はある一定の基準を達しないと試合に使わないぞっていう感じなんですかね、この話。そうですね、はい、やっぱりその練習でやっぱりしっかりしたパフォーマンスをしっかり見せないとっていうところはすごく厳しく見てる感じですね。はい、はい、練習とかもすごくこのパスコンとかも結構そういう基本的な練習も結構やるんですけど、そういう時でも結構しっかり目を光らせてるので、はい、そういったところでしっかりやってる選手、しっかりやっぱり試合に向かってる選手、あとしっかり技術的にも上手くなろう頑張ろうとしてる選手っていうところはしっかり見てるなとは思います。なるほど、ゆうじさんベース面ですよ。いやだなでも疲れとかもあるので、ちょっとひょっとしたら終盤、特にひょっとしたら延長戦とかになってしまった時にがっくり落ちるとか、そういった可能性もちょっと否定はできないかなというふうに思います。ちょっと次に行く前に、この横横さんの質問がいいなと思って、服部監督は一言で言うとどんな監督でしょうかという感じですが、どうでしょうか、厳しいとか情熱あふれる、わかんないですけど、厳しいけど楽しくやりたいって言ってますね、はい、だから割と楽しく厳しくっていうふうに言ってて、すごく練習とかも楽しくはやるけれども、やっぱりそのさっきも言った見るとか判断とかそういうところにはものすごいこだわりがあるので、あ今見えてないとかそういったところすぐ、はい、行ったり、はい、やっぱりそういった自分の基準的にやっぱりここはって言った時にはやっぱしっかり言うとか、はい、はい、なるほど。あとはそうですね、あんまりこういった番記者とかメディアと立ち話でなんか世間話とかはあんまりしたがらないですね。へー、基本的には必要なことを話せばもうそこで終わりっていう、はい、そうだから私も中学の先輩後輩っていうのもあるので、はい、そういうなんか地元の話とかもしようかなとか思ってるんですけど、あんまりそういう話はしないです、はい、いまだにその話があんまりできないぐらい、そんな世間話はあんまりされないような。あんましないですね。一応言いましたけども、はい、はい。言ったら、まあ、で、駒翔、清水四中、清水東なんですけどって言ったら、あ、ののさんの後輩ねっていうふうに、はい、そういうのは、はい、言ってはくれましたけど、はい。それで終わってしまう。普通だとね、それで終わりました。はい、あそこのお店美味しいでしょうとか、いくらでもね、あれ、はい、まあ、そうありますね。いろいろ、そう、四中話とかは、中学のね、話とかもあるってあるんですけど、はい。はい、まあ、でも、私も錯覚ではなかったですしね、はい。はい、なので、はい、そうだ、そうだ、はい、そうですよね。はい、はい、私は錯覚ではなくて、はい、こちらですね。清水東高校の錯覚部じゃなくて、何部？私、新聞部だったんです。はい、もうそのままじゃないですか。もうそっちからメディアに行ってしまったって、高校からメディアに。早いですね。はい。っていう、奇数のじゃもう各専門の方という。はい。はい、で、こちら、こちらですね。実際のじゃあ、プレビューに行きたいと思います。はい。はい。一人なんかちょっと、牛貴族さんが。ああ、いつもありがとうございます。この人本当の貴族です。はい。いつもありがとうございます。待ってこれだけ。ありがとうございます。こんばんは。今年、福島の今年のハイライト見てる限りは、フリーキック、コーナーキックからの得点が得意そうですね。そうなん。明日は浦和が持つ時間が多いので、早く複数点取らないとフリーキック、コーナーキックの一発が怖いです。セットプレーは得意なんですか？はい、セットプレーは、はい、最近はすごく得点源になってて、はい、ターゲットマンがやっぱりいて、オーブシュン選手って、うん、新潟、名古屋ですね。名古屋とか、あと新潟とか、あと岩田、群馬、
はい、そういったところでやられてきた、うん、あのすごく長身でもうごっついディフェンダーが3バックの真ん中に、はい、いるんですけど、はいはい、オーブ選手はもう本当にそういったあのセットプレーでの得点源っていう、はい、ああディフェン、うん、いやですね、なんかこういう感じ、守備が硬くてセットプレーが強かったらこうなんか危険な匂い、でもこっちショルツいるからな。はい、そうですね、まあもちろんあのなかなかっていうところはあると思います。はい、あのなかなかそれでじゃあ J1 チームにあの通用するかっていうのはちょっとまだ未知数なので、そこはやっぱり明日やってみないとわからないっていうところ。じゃあちょっと実際のプレビューに行きたいと思います。まず、はい、ユージーさん、ここまでお話聞いて、中間です。知らないんだけど、申し訳ない。ちょっと今まで聞いて、なんかすごく怖そうな感じですよね。いや、だって J3 で好調と J1 で低調とっていうのな、難しいよな、判断基準が。でね、J3 ですごい守備が硬くて、ね、今の裏は守備、ちょっと決定力ないですからね。あ、延長とかになって、面倒な展開は嫌だな。本当そうですね。あ、打ち合いに来てほしいような、むしろ。そっちの方が全然楽だったよな、多分。で、こちら小林さんから見てた今年のウラレッツいかがでしょうか。あ、そうですね、でもウラレッツ、あの私も仙台も見ているので、去年も、はい、あのリカルド監督のサッカーあの生で見させてもらって、はい、あ、すごいサッカーするなと思って、はい、うん、すごい感動して帰って、まあ、0-0 だったんですけどね、その試合は、はい、帰ったんですが、どうし、逆に聞きたいのは、なんで今こういう状況になってるのかなっていう。我々も困惑してんですよね。そうなんです。いい、高架線もね、いいサッカーはしてるんですけどね。だって2月ぐらいにな、フロンターレ倒してもう大盛り上がりだったのにな。今年の最初は。困惑ですよね、まさに。ね、てか引き分けが多いんですよね。あの、負けまでいってるのは、セレスト戦は負けてますけど、あとは割と引き分けが多いんですよね。はい。そうですね、失点も少ないですよ、失点も少ないですよね、はい、なのにこの位置なんですよ、はい、富山の J2、J3に詳しいカッターさん、YouTube さんが、カッターさんが 0-0 と延長戦という、裏はもうね、引き分け率すごい高いですから、8分けなんで9戦、引き分けの延長戦の高さ、はい、はい、そうですね、あ、いいですか、はい、まあ、どうぞどうぞ、はい、コオロギ選手のいないことの大きさ、すごい感じます、これは。あの、もうめっちゃやられたんで、コオロギ選手にはもう本当にやられて、はい。もうだから、コオロギ選手がいないってだけでちょっとっていうところはありますね。あの、あの、仙台、あの、しかも浦和アウェーが全然勝てないんですよね。はい、アウェーでとにかく勝てない。そう、なので、そうだから、まあ、今度は福島で行くわけですけども、どうかなっていうのはあるんですが、はい。そうだから、はい。はい、はい、すいません。はい、あ、どうぞどうぞ、すいません。じゃあ、ちょっとこちらのレッズの状況をお話しさせていただきます。浦安、うん、はい、の状況、怪我にちょうど昨日を、あの河合孝子さん、高根と練習取材をされた後のライブをさせていただきまして、怪我人状況ですと、まず、あの犬飼選手とユンカー選手。あと、坂井宏樹選手。ユンカ選手、怪我なんですね。はい、怪我なんです。あ、残念。で、あと、馬渡選手も別メニューだったというふうに言っておりましたね。なんで、このあたりは出れないんじゃないかなとは思います。そんなもんでしたよね、確か。そうですよね。はい、です。はい。ちょっと、あとは、まあ、大畑選手が若干。まあ、骨折の最中なんだよね。けど、まあ、出れるとは思うんですけど、わかんない。もしかすると、大事を取る可能性ありますね。はい、フェイスというようなちょっと怪我人が多い状況で、試合自体は土曜日に試合が福岡戦であって、中3日かな、あとモーベルグ、あ、モーベルグが、はい、あのスタメンクラス5人いないんですよ、はい、別メニューで、まさにこれですね、微妙って感じですね、多分ベンチにするかしないかのギリギリだというのかわいい、ゴールキーパーも使わないだろうな、はい、ゴールキーパーも確か代表とか、まさにありがとうございます。キーパーの鈴木ザイオン選手が U23 の、うん、あのアジアなんとかカップに今あの選出されていて、そっちに行ってて、で今裏でやっているあのトゥーロン、旧トゥーロンなんとかなんとかカップに工藤選手が出ているので、その2人は確実にお休みです、うん、はい、あ、っていうのは三重川選手ですかね、おそらく、はい、7人を三重川選手が出てくるような感じですね、はい、いやけどこのはちょっといいんですけど、去年だと
全部西川選手が出たんですよ。あ、西川選手、ああ、そうなんですね。なんで、だから西川なんじゃないかなとは個人的には思いますね。あー、なるほど。はい、ちょっとその辺はこの後、はい、で、実際福島ユナイテッドなんか怪我人だったりっていうのはいかがでしょうか。吉永選手って右のウィングバックの選手が開幕前にちょっと長期の離脱をしているっていうような状況ですかね。はい。はい、で、ちょっとあと、樋口博樹選手ってベテランのフォワードで、今年はボランチで出てた選手がいるんですけど、樋口選手がちょっと、戦列を離れているような感じで、はい。まだちょっと厳しいかどうかは、ちょっとまだわからないですね。はい。ちょっとまだどうなのかなっていうところ、ちょっと今、戦列は離れてるっていうところです。はい。まあ、それ以外の選手は、まあ、この後、まあ、基本的には、はい。ちょっとまあ、疲れてるかもしれないけど、みたいな感じなんですかね。若干。なんか、そうですね。その、中2日っていうのをどう捉えるか。はい。はい、なので、若干、まあ、攻撃の選手とかを入れ替える可能性もなくはないかもしれないですね。はい。はい、じゃあちょっとそれで浦和レッズのスタメン予想なかったで、じゃあ浦和レッズのスタメン予想に行きたいと思います、はい、こちらがすごい難しいんですけど、まあ、基本的に昨日の高値の情報をやりながらという感じで、はい、こちらですね、すいません、お待たせしました、はいですね、キーパーがやはり去年2回戦トヨタ富山戦が西川だったんで西川選手、うん、で右が真渡選手がもしダメならばやっぱこのあと大畑選手ぐらいしかいないですけど、大畑選手は大事を取って宮本選手、秋元選手でショルツ選手、うん、で知念選手調子良かったっていうので、うん、まあ、このタイミング使うんじゃないかなとは思います。あ、そう、はい、で安井選手一押しと高根が言ってるんだ、安井選手、うん、で大体あれなんですよ、中2日中3日だとリカルド監督は大体 3,4 人変えてくるんですね、スタメンを、うんうん、なのでまあ、3,4 人変えていくんじゃないかなと、その福岡戦から向けてという感じで、ちょっと多めに。で、だからこの前、福岡戦出てない選手が多いですね。で、平野選手、安井選手、で、大久保選手、調子いいので、江坂選手、シャルク選手、松尾選手、これで5、6人変えてるのかなという感じを予定します。ユージさん、どうですか、なんか他に補足ありましたか、このメンバーに。松尾とシャルクはこの位置。逆かもしれないですけど、松尾、やっぱり意外と収まってましたよね。いや、そうなんだよな。そうなんですよね。あ、松尾選手、ね、頑張っていますのでね。はい。仙台大学なんで、彼。はい。あ、そうか。はい。センターバックがでかいとか聞いちゃうとな。うん。まあ、でもこの辺は流動的にやるだろうけどな。と思いますね。はい。うん、はい。で、気になる、こちらの、福島ユナイテッド FC のスタメン予想をお願いいたします。こっちとなと、はい、こっちか、はい、まずフォーメーションはこれは 3-4-2-1 ですね。はい。で、山本海斗選手がゴールキーパーで、で3バック右、あ、山本海斗選手、清水の、はいはい、ユース出身で、はい、はい、ベテランですごくこの間も無失点にすごく貢献しました。はい。で、まあ、スイーバック右から、ゆきえ選手。ゆきえ選手はフォワード登録なんですけども、今年はセンターバックです。で、うん、足が速い。なので、うん、裏にボール出された時も、しっかり追いついてくれるっていう、はい、スピードのあるセンターバック。はい。はい、で、うん、あと、大部選手は先ほど言った通りの、屈強な、センターバックで。で、あと、堂花和樹選手も、フィジカルが強い。神戸ユース出身ですね。はい。で、琵琶湖成蹊かな、琵琶湖成蹊スポーツ大学からこちらにっていう選手で、大卒に2年目です。で、ボランチは先ほど話した諸岡選手と、はい、はい、あと上畑右平次選手っていう産業能力大学出身の大卒2年目で、この、はい、上畑選手はセレストです。はい、セレストの U18、セレストの U18 出身で、やっぱりすごいチラシが得意というか、攻撃を組み立てられるというか、そういった選手。はい、で右サイドが田中康介選手、立命館から大卒2年目で、京都のユースです。はい、で、あと北村選手、湘南のユース出身で、関東学院大学からの大卒2年目、はい、で北村選手はすごくクロスがうまい、であとプレスキックもいいので、はい、っていうところですね。であとはフォワード3人、シャドウが長野選手と、あと、野辺裕太選手ですね。野辺裕太選手も立命ですね。はい。
ジェフィアカデミー福島かな。はい。はい、で、あと、高橋純也選手は、山形ユースから駒沢大学に行って、山形に入ったんですね。山形ユース出身なので、うん、はい、山形に入って、で、去年は、沼津にレンタル移籍して、で、今年は福島にレンタル移籍っていう形なんですけど、ものすごい点取ってくれてます。なんか、まず、こちらですね、ベスメンやんっていう感じですけど、これ、ベスメンなんですか？はい、これが、ここのところ、割と固定で出てる、はい、天皇杯の1回戦のノースアジア大戦と、あと、宮崎戦はこのメンバーで行きました。5月29日に行われた宮崎戦と全員同じメンバー、全部同じメンバーを一応予想しました。ただもしちょっと変えるとしたら、そのシャドウの2人を、はい、新井光選手っていう湘南ベルマーレから今レンタルできてる選手と、はい、あと森光太選手っていうすごいドリブルがものすごい上手い選手がいるんですけど、はい、名古屋ユース出身ですね。はい、名古屋ユース出身で、すごく、うまい選手がいるんですが、ひょっとしたらその2人にするかもしれないかなっていう。はい。情報量はすごいですよね。いや、記憶力すごいですよね。すごいですね。そんな大好きって。そんなことはないですね。あれ、なんだっけみたいなのがないですよね。はい、そんな。すごい。で、あとなんかお話を聞いてて、やっぱり、大卒、ユースからの大卒2年目って、ぐらいの若手23歳の方が多いってことなんですかね。すごく多いです。はい。で、やっぱりみんな技術がある選手、やっぱり割と福島ユナイテッドってつながり倒すっていう、なんていうかスローガン。つながり倒す。はい。かっこいいと。はい。そういうスローガンでやってたっていうのもあって、ある程度やっぱりポゼッションができる選手を取りたいっていうのは割と一貫してる感じなので。はい。それでいて守備が硬いと。そうですね。まあ今年、まあ去年から割と、時崎さんがすごく、時崎前監督がすごく、玉際に行けっていう指導をしてたので、玉際もすごく強くなりました。これは。で、その中で、この選手に気をつけろという、おすすめ選手というか、この選手活躍してるおすすめみたいな、ぜひ選手を2、3人を教えていただければ。やっぱりそうですね、点を取ってるっていう感じだと、やっぱ高橋純也選手になるのかなっていうところですね。ほうほう。はい。山形ユース出身で、駒沢なんですけど、本当に駒沢の、フォワードっていう感じの、やっぱり体が強くてっていうところがまずある。あれか、牧とかか。ボールが収まる。あ、牧、はい、そうですね。そうです、牧選手とか、イメージしていただけるといいかなっていう。いや、本当なんでああいう選手出てくるんだろうね、駒沢って、はい。本当に駒沢ってすごいですよね。はい、毎回同じようなの量産してきますよ、ね。はい、本当にそうです。牧、じゃあ、身長も結構高くて。そうですね。はい、セリアに強くて、泥臭い。はい、泥臭いです。はい。あと、牧選手みたいですね。お、牧、で、ね、守備サボんないんですよね。守備をとにかくサボらない。まさに牧じゃないですか。牧誠一郎ですね。プレスバックとか、鬼のプレスバックですね、本当。いやですね、プレスバックして、で、それで奪って、で、それでサイドに展開して、それで、あと最後は自分で決めちゃうってゴールもありましたね。いやですね。安定安心の駒沢ブランドだね。牧よりゴリゴリ前に行くって、もう嫌ですね、はい。あ、そうですね、そういう推進力もありますね。はい。なので、シャドウでプレーした時もありましたね。はい。カッターさんからもこんな、高橋選手はポストプレーもできて、裏にも抜けられて、決定力もある、J3 トップレベルのオールラウンドなフォワードですって、なんか、何でもできちゃう。そうですね。はい。はい、あと本当にあと、真面目です。性格的にも真面目ですね。はい、山形ユースの頃からすごい真面目な選手だなとは思ってはいたんですが、はい、すごい真面目です。はい。あと、もう一人、二人、そうですね。挙げるとしましたら。あとは、そうですね。あとはやっぱりさっき言った諸岡選手ですよね。諸岡選手が本当、入ってきたときはすごくそういったやっぱ球際の部分とか守備力の部分とかそういったところをすごく買われてっていうところがあったんですけれども、すごくやっぱり展開が上手くなりましたね。攻撃への展開、いわゆる公式記録とかで最初の起点となるパス出しをしているのが諸岡選手だったっていうのが結構あります。はい。なのでやっぱりしっかりやっぱり服部監督のそのいわゆる周りを見るとかそういったところをすごく吸収しようって一番してる選手かなっていうのは思います。はい。
まあ、だからこそ多分キャプテンに任命されて、でそれで今すごく替えの利かないような選手になってるのかなっていうふうに思います。まあ、背負う責任がある。はい、いい。ちょっと他にコメント欄で言うと、北村、先ほど言った北村のフィックを見てほしいっていうので、やっぱり北村選手のセットプレー、うん、はい、そうですね、プレスキックうまいですね。はい、鳥取戦かな、宮崎戦の前の、まあ、ノースアジア大戦の前か、うん、第9節の鳥取戦で、もうプレスキックからね、まあ、ゴールを演出、2連続かな、2連続で、まあ、演出したというところで、すごく今、プレスキックがすごい冴え渡っていて、すごく頑張ってます。はい。なかなか去年とかは試合出られたらなかったんですけど、今年すごく左ウィングバック のレギュラー定着して、すごいどんどん自信を今つけてるっていう急成長株って感じです。これ、キャプテンは諸岡選手？はい、キャプテンは諸岡選手です。はい。はい、で、副キャプテンが田中康介選手って右サイドの選手。田中選手もすごく攻撃センスがあります。はい。で、あともう一人、森光太選手が、あと副キャプテンって感じです。あ、もう一個。福島ユナイテッドといえば去年イスマイラ選手が、まあ、途中京都サンガに行っちゃいましたけども活躍されてたんですけど、今年っていないんでしょうか。あ、今年一人ナイジェリア国籍の、はい、また一応ナイジェリア国籍でサイモン選手っていう選手が去年の秋から来ていて、はい、それでちょっとすぐ怪我しちゃったんですけど、リハビリして、はい、今年、もうリハビリからは復帰して、愛媛戦、そのコロナで人がいなかった時に出たりとかはしました。はい。ただ、やっぱりちょっと、その戦術理解の問題がまず一つ大きいかなっていうところかなっていう。はい。確かに屈強なんですけど、屈強な、はい、ね、フォワードなんですけれども、やっぱりその高橋選手のプレスバックとかに献身的に行く姿勢とかを見てしまうと、やっぱりちょっと差があるなっていうところがあって、はい、188センチある、なんかロマンを感じる感じですね。イスマイルに続いて、そうですね、そうだから楽しみな素材ではあるんですけど、まだそうですね、なんていうか、ここでこの場で浦和さんにと当ててどうかなっていうところはあるので、はい、うん、まあ、まだこれからですね。まだ若いので、あとね。そうですね。で、なんなん謎のナイジェリア、このルートがあるんですか？私もちょっとわからないんですけど、はい、どうしてこういう選手が来るのかっていうところはあるんですが、ただ、そうですね。ただ、福島の問題点としては、なかなか通訳さんをちょっと雇うことができないっていうのがありまして、ほう、ちょっとそれもちょっと影響してるのかなっていうところはあります。はい。なので、どうしてんですか、言葉は。サイモン選手。英語なので、英語圏なので、うん、英語が喋れる選手が何人かいるので、そういった選手に訳してもらいながらっていうふうな形ですね。はい、でも生活大変ですね、サイモン選手。そうですね、ちょっとね、はい。ゴールキーパーの控えの大杉選手とか、あと、インドで生活していた遊佐克美選手って、広島ユース出身、元出身の選手がいるんですけど。いろんな人いますね。そうですね。飛んでますね。あと、今回の試合は出れないんですけど、仙台大学の阿波野選手とかも、なんか、よく試合、練習後に、喋りながら、ランニングとかしてたりしたんで、はい。英語をできる選手とかは、そうやって、いろいろコミュニケーション取ろうと今してます。みんなで支えている体制なんですね。そうそうそうです、そうです。イスマイラもそんな感じだったので。へー。こちらの選手はベンチ入りする可能性はある、サイモン選手。ちょっと厳しいんではないかなと思います。そうなんですね。あ、そうなんだ。はい。わかりました。はい。で、こんな中、バンキシャの小林さんに聞くのはちょっと恐縮なんですけども、こういう弱点を教えてくださいということで、すごくなんか守備が硬くて、さらに高橋選手も含めて強そうな感じなんですけど、最近こういうのにちょっと弱いよみたいなのがもしあれば。実は今シーズン1個しか負けてないって、いわき戦
しか負けてなくって、で、それで、いわき戦も内容は決して悪くなかったっていう試合だったんですけど、はい、この間の直近の宮崎戦が、はい、ちょっとあまりっていう感じだったかなっていう、はい、ちょっと3バックの間のスペースとかに結構宮崎さんが入の、宮崎のフォワードさんが結構入ってきてて、はい、で、それでちょっとシュートを打たれたりっていう形で、割とちょっとチャンスは向こうの方が多かったなっていうような試合で、ちょっと、嫌な感じはあったなっていうところなので、まあそういった形でちょっと守備を修正しなければいけないなっていうようなところはありました。はい。で、あと、まあ弱点倒し方って言っても、やっぱり、J1 と J3 っていうのは、やっぱり、そういう技術レベルっていうのは、どうしても差があるっていうのは、まあ私も仙台を見てるので、まあそこはわかるので、やっぱりこういった、やっぱり J1 の本当に、厳しい中でやってる選手とやって、で、それでやっぱり技術の差、J3 の試合ではまず出ないようなミスっていうのが出る可能性は大いにあります。なるほど。はい。まあ、なんとか、J1 の意地を見せてほしいと。はい。やっぱり10回やって、本当に1回勝たせていただけないかなっていうようなぐらいだと思います。正直、やっぱりまだまだ差があると思います。やっぱり、見るとか判断っていう部分では、浦和の選手の方が圧倒的にいいと思いますから、やっぱり、本当にだから、まあ、なかなか、ねえ、だからどうなるかなっていうところですね。やっぱり本当、ひょっとしたら J3 の試合ではまずないような失点、信じられないようなミスをやって失点とかっていうのも結構あるんじゃないかなっていうのは思ってます。まあ、今コメント欄来ましたけど、よく考えると浦和も9戦1敗ですからね。1敗しか負けておりませんので。そうなんです。そうですよね、はいはい。引き分けが多いっていうところですもんね。だから内容自体はすごくいいっていうのは、はい、見えて、なんかそういうふうには見えるので、はい。なので、やっぱり、浦和さんに勝つっていうのは本当に大変、本当にね、大変な相手とやるなっていうのはすごく、感じてます。うん。ユージさんどうですか、ここまで聞いて。でも、確かにでも、地域リーグに負けたこととかあるからな。そうなんですよ。やっぱ攻め続けてミスを作りたいよな。構えないでほしいな。そうですね。はい。で、ちょっと、話が変わっちゃうんですけど、ウラリツをより強くするために学ぶコーナーということで、福島といえばという取り組みがあるということで、教えていただいてもよろしいでしょうか。はい、聞いたことひょっとしたらある人もいるかもしれないんですけど、福島ユナイテッド FC に農業部っていうのがあるんですね。はい、農業部。で、実際実は選手に農作業をやってもらうんですよ。はい、実際じゃあなんか畑を耕してとかですか。まあそういうのもありますし、あと、果樹園が多いので、この間は、桃の、こちらですか？ちょっと待って。あ、選手が育てるって書いてある。そうなんです。本当に、農作業やるんですよ。ああ。はい。で、農業部っていうふうに言ってるので、部長がいて、うん、樋口博樹選手が農業部長っていう形で、はい、すごく農業、関係のそういった農作業にはすごく積極的に参加されていて、で、はい、今年から課長も作ったので、課長桃課長とかアスパラ課長とかそういうのがいるんですよ。あとお米課長とか、はい、そういう課長がいるんですよ。はい、でそういうふうな形でみんな知らんかった。いろんな選手が何らかのねそういった形で農作業をやってこういうふうに売ってると。で、結構売れるんですよね。すごく、品質のいい、いわゆる農産物とか、はい、あと、加工品とかを売ってるので。はい。で、福島県って、やっぱり原発事故があった影響で、いろいろ風評被害っていうのがあったんですね。はい。なので、そういった風評被害を払拭しようっていう形で、こういうふうに、農産物を売っていこうっていうふうなことをやってて、毎試合、ホームゲームの時にもそういった農産物とか加工品の販売っていうのをやってます。じゃあ実際に売り上げが立っていて、福島ユナイテッドのこう経営にも貢献してると。はい、貢献してます。はい。グッズ販売とかそういうのがある程度いいのは、この、農業部のおかげもすごくあります。じゃあもう企画ものじゃなくて、本
気でやってるってことですね。本気でやってる。まあ、そうですね。はい。そういった形。まあ、もちろん、練習後とか、はい、ある程度、選手の負担にならないようにっていう形ではありますけれども、そういう形で、農産物を今後も売っていこうっていう、そういうような感じで。はい、で、結構、いろんな、全然関係ない、試合とかにも、最近お呼ばれするようになって、たりとか、あと、クラブ単体で、物産品店を、物産店を、やったりとか、はい。関東の方で。知らなかった。すごいですね。はい、なんかまあ、湘南さんとつながりが大きいので、平塚のデパートとかで、はい、やったりとかしたんですけど、はい、はい。そういったような形で、とにかく、農業部活動で、まあ、少しでもそういった福島の、そういった、風評被害とか、そういったところから、ね、出して、ね、元気にしていこうっていうところに貢献していくっていうところはやってます。これ見てると、ちゃんとオンラインショップもあって、まあ、浦和サポーターも買えるってことですよね、レッサポーター。あ、買えます、買えます。ぜひですので、ぜひ、ご購入いただけるととってもありがたいです。これを、こういった縁もありますので、ぜひ、はい、勝ったら買います。負けたら買わないと思います。はい、元気な感じですね。はい、勝利。こちらいただきまして、こちら、数年前まで福島に住んでいた浦和サポです。まだ、飯坂温泉だったんですかね。飯坂温泉とコラボしてるんですかっていう。ああ、一時期確かなんか飯坂温泉に泊まるとちょっと、チケット買って見せて飯坂温泉泊まるとちょっと安くなるとか、はい、そういうのもやったりはしてましたね。はい。ちょっと今ではそこまではやってないのかなっていうところですけれども、ただ飯坂を盛り上げたいっていう、飯坂温泉の中にクラブの事務所があるので、なので、はい。なので飯坂温泉、を盛り上げたいっていう気持ちを常に持って、いろいろな活動はしている、はい、っていうところです、はい。はい。そんな感じで、質問コーナーに、ちょっともう50分経っておりますね。質問コーナーに行きたいと思います。小林さん、または福島いない質問がありましたら、ぜひぜひお願いいたします。先にユージさん、一つお願いいたします。今日予想スコアを聞きたいですね。予想スコア。じゃあ先に、じゃあユージさんから。ああ、でも正直 3-0 ぐらいでは勝ってほしいな、うん。無理かな。ずいぶん俺たち、ちょっと今、あんまり自信が。はい。どうでしょう、小林さん。ああ、難しいですね。ただ結構 1-0 で勝ってるって試合があって、はい、で 1-0 で勝ってる試合とか、あと 2-1 で勝ってる試合とかで、本当にアディショナルタイムに点がポンと入って勝つとか、そういうのも、あるので、はい。なんかそういう感じで、1-0 とか、まあそう、負けるにしたもう0-1だと、ある程度守備が通用したね、になるからっていうところで、はい。まあそう、なんかどちらにしても1-0かなっていうコメントがさっきあったんですけど、はい。1-0か0-1かなっていうようなのがありましたけど、なんかそんなような感じかなっていうのはちょっと、はい。ただ、ひょっとしたらやっぱりさっきも言った通り、J3 では考えられないようなミスが起きて、0-3 とか0-4っていうのは当然あると思います。うん、すごいなんか小林さんの説明が分かるけど、どんどん福島の強さが決まらない。そんな、いやそんな感じです。いや、本当にだから J3 だったらある程度そういうふうに通用しているけれども、うん、やっぱり J1 の相手でどれだけやれるかっていうのは本当に未知数なので、やっぱり、ここで、やっぱり、浦和さんにガツンとやられて、でそれで学ぶっていうことも若い選手には必要かなとは思ってます。なのでいろいろジャイ切りとかいろいろ言いますけど、はい、そんなに甘いもんじゃない、そんな簡単なもんじゃないと思います。なのでそこは浦和レッズさんはもう自信を持ってドーンと当たって頑張ります。はい、励まされちゃった。はい、だからそんなだから本当にそんなやっぱり J1 と J3 ですから当然差はあると思います。はい。ちょっと質問をたくさんいただいておりまして、ちょっとバンバンいっちゃいますね。こちら、池高選手、レッズユースで去年までレンタルで、今年からギラバンズ北九州に移籍しましたけど、いかがでしょうか、1年間、福島ユナイテッドに行ってたと思うんですけども。はい、すごい頑張ってくれて、プロ初ゴールも決めてくれたんですよね、確かね。おお。はい、プロ初ゴール決めて、で、後半、戦が始まってすぐぐらいにレギュラー取りそうな感じだったんですよね。う
うん、ただそこで、やっぱり競争相手もあってっていうことで、まあ、ライバル選手も頑張り出してっていうところで、そうか、ちょっと、まあ、レギュラー定着までには至らなかったってことで、多分、浦和さんから契約満了っていう形になったのはそういったところだったのかなっていう。結局、浦和で見なかったもんな。はい、うん、そうだから攻撃センスみたいなものはすごくあるので、はい、いいものは持っているので、なので北九州でぜひすごく頑張ってほしいなって今もちょっと思ってます。うん、はい、あれと出てるみたいなので試合には、はい、使っていただいてるみたいなのでなんとか頑張ってほしいなって思ってます。もう一個こう常連の方なんですけど、ケルンティさん長い。こんばんは。学生時代は生物が大の得意だったレッサポです。東北を拠点としてフリーライター、理系科目やスポーツメディア論の講師として幅広く活躍されて小林さんに大変失礼ながら質問があります。自分が生物を学んでいた当時が約10年前なので、時代に合わせて昔とは学んでいる内容が多少変わっているんじゃないかと思っているのか、現在の生物はどういった内容を教えているんでしょうか、ぜひ聞いてみたいですということで、これは、はい、そうですね、私実は、はい、はい、はい、まあ、ライターだけで生活していくっていうのはなかなか大変っていうのもあって、はい、私立高校の方で、科学とか生物をちょっと教える講師を仙台でやってまして、先生ってことでいいんですかね、はい、まあ、そうですね、教員、非常勤の教員って感じですね、はい、で、まあ、今の生物ってなんだろうな、タンパク質の話とかがすごく多いですね。ちょっと前は遺伝子とか DNA とかそういったものが流行りではあったんですけど、そういった遺伝子から作られるものがタンパク質なんで、はい、タンパク質の話がすごく多くて、すごいちょっと科学にかなり寄ってるような感じですね。へー、何の話だろう。いや多分ケルディさんどうしますか、はい、私も専門が理学部の生物学科だったんで、はい、生物学とかを大学で勉強してたので、はい、はい、なので勉強になりました、まあ、そういう、はい、その、はい、福島のおすすめグルメはありますかという、福島はいっぱいあるだろう。スタグルですね。はい。はい。はい、そうですね。芋栗佐太郎さんって、いわゆる、ちょっとスイートポテトに栗が入ったようなお菓子があるんですけれども、はい、そこがすごく、頑張って、毎回お店出してて、で、その、あ、そうです、そうです。はい。芋栗佐太郎、はい。あ、ね、美味しそう。スポンサーではありましたね、はい、確かスポンサーです、スポンサーです。めっちゃスポンサーですね。はい。はい、で、この芋栗佐太郎の中身をパイに入れた佐太郎パイっていうのも、人気で、うん、で、はい、相手チームの、名産というか特産物をその佐太郎パイの中に入れて売るとか、はい。うん、はい、そういった、変わり種とかもすごく売れたりとかしてます。はい、あとそこが出してるお弁当とかもすごく美味しくて、これ書いてますね、はい、こちらのいただいた芋栗佐太郎の赤べ弁当はうまいよっていう、はい、家臣赤べ弁当すごい美味しいですね、はい、埼玉も芋恋負けてらんねえな、芋恋は美味しい、俺芋恋大好きですよ、芋恋大好きです、はい、芋戦争が起こるな、はい、赤べ弁当は牛そぼろ弁当みたいな感じなんで、牛なので、はい、すごく受けがいいですね、はい、ああ、なるほど、確かに、はい、こんな感じですか、はい、あとカレーが美味しいです、はい、カレーのがたまに出ることがあるんですけど、一時期去年とかからカレー部っていうのもやってて、はい、でそれで今裏も新名物カレーですね、新カレー、はい、芋対カレーでバチバチなんだな、はい、今スパッチャーいただいて、はい、はい、西シェフ、はい、ああ、そうですよね。福さんもね、はい、西シェフも、たまに来てくれて、で、それでいろいろ作ってくれたりします。はい。そう、裏技一緒だ。はい、ACL すごく、はい、西シェフは、やっぱ福島に愛情があるので、そうですよね、うん、はい、たまに来てくださって、西シェフが出すとすごいもう、大行列とか、はい、そんな感じです。ありがとうございます。はい、最後、最後ですね。明日、現地入りされますよね、確か。あ、はい、明日現地、はい、伺わせていただきます、はい、久々なのですごい楽しみです、駒場すごく楽しみです、はい、そうですね、多分福島の確か出島の方も売り切れたとか売り切れたみたいな、はい、本当、でバスツアーも、はい、アウェイのバスツアーって本当何年ぶりだろうって感じですけど、バスツアーが
最高決定になったので、はい、はい、バスツアーも来ますし、あと福島駅前で、はい、あのパブリックビューイングもやることになったんですね。ちょっと本気じゃねえか。すごい盛り上がってる感じは、なんか、あの、そうですね、掲示板見させていただいたんですけど。はい、すごい盛り上がってる、はい、ますね。はい。はい、なんで、あの、浦和の方はまだチケットがあるみたいなんで、ぜひ、安いですし、2回戦目、はい、S 席も2600円かな、はい、安いので、ぜひぜひ、まだまだあるみたいなんで、こんばんは、7時から。です。ぜひぜひお願いいたします。はい。そんな感じですかね。はい。じゃあちょっとこちら、小林さんの告知コーナーということで、ちょっと小林さんの告知をお願いいたします。はい。昨年の12月から、福島ゆなまがっていう有料サイトを、立ち上げまして、はい、あの、おかげさまで、あの、結構いろんな方に見ていただいて、あの、すごく、あの、ありがたいなっていうふうに思ってます。今一番、最新のニュースは、あれですね、ユースですね。福島、あの今年から、あの、福島ユナイテッド FC U18、今年立ち上げだったんですよ。はい。はい、今年立ち上げで初めて全国大会に挑戦しましたとか、はい。たまたまこれ仙台で試合やったんで、あの、すごい近かったんで、行くのがかなり楽だったんですけど、はい。あの、こういった形で、あの、福島の、まあ、ユースからいろいろ、まあ、農業部の話もちょっととか、あと、あの、まあ、あの、あとは監督とか選手の、まあ、あの、コメントとか、うん、あの、いろいろ、あの、レビュー、プレビュー、いろいろなど、はい、やらせていただいてますので、あの、まあ、あの、服部俊博監督、あの、まあ、代表とかでも活躍されましたし、あの、うん、どんなことを考えながら指導者をやられてるのかなとか、あの、もし、あの、そういった、あと埼玉にもゆかりのある選手が何人かいますので、あの、そういった選手が気になるとか、うん、そういったことありましたら、ぜひ、あの、有料登録していただけるととっても助かりますので、ぜひよろしくお願いいたします。あ、ありがとうございます。こんな、カッターさんって、富山、あの、去年、富山でいらっしゃったんですけど、ああ、そういうことか。いう感じ。なるほどね。本当ありがたいんですよね。本当にありがたいです。こういう、あの、機会いただいて、本当、あの、真剣勝負やらせていただけるのは本当にありがたいことです。ありがとうございます。そんな、はい、裏木チャンネルの方をちょっとやったりしています。裏木チャンネルの方ですけど、まずこちらですね、あの動画の方は、この後はあれですね、1日の天皇杯終わるとだいぶ空くので、その間に今溜まっている川柳だったりとか、鹿島戦ブース2万人記念メッセージに、川柳ね、こう、いつのだよ。いや、ちゃんと5月ですよ、5月。あ、違う、その、はい、2万人とかさ、もう半年前だろ。ちょっとそんな感じでやっていきたいと思います、はい。で、ライブの方が、明日の試合後、23時。すごいな。はい。3日連続やんだぞ、お前。使われておりますけど、気になりますんで、これちょっと最初22時にやろうと思ったんですけど、思い出した、あ、延長戦があるかもしれないってことに気づきまして、23時にしました。延長 PK はやだな。延長 PK 行くと10時とかですもんね、終わるの。いや、俺きっと、はい、今気づいたんだけど、山本海斗とさ、西川ってさ、はい、あのアンダー世代ってバリバリのライバルだったよね。おはい。だからあのこの間海斗選手がツイッターでシュウちゃんよろしくねっていう風にあの言ってました。いや何が何でも負けたくないと思うよ山本海斗選手。そうだって予選側に山本海斗だったんだよ。で本戦で西川が全部奪っちゃったんだもん。死んでも負けたくないと思うよ。山本海斗は。去年もね、あの富山の時は西部選手がいましたからね。そういう感じ。PK はやめよう、本当に。PK やめましょう。あの全人生かけてくるぞ、山本君。やめましょう、もう本当に。ああ、もう、はい、それは、はい。ぜひ、どんな感じで23時からスタート予定になっておりますので、お願いいたします。はい。もちよもぎさんから、ありがとうございます。裏のプライド見せてくれ。いや、本当だよな、あの。ディフェンディングチャンピオンですから、今年。はい。です。で、ちょっともう一個ありまして、こちら。あの卵さんがありません。TD 猫見ましたと今動画開けさせていただくと、この後、あの、ちょっと何の小林さん、何の話か分かんないですけども、ちょっと銅像を作っておりまして、あの、毎月5月に、銅像を、あの、力本店さんにお貸していただいたんですけど、明日6月1日からちょうど、この、今度、浦和、あの、浦和ポイントさんっていう、浦和の西口、西口から東北5分ぐらいのとこかな、とこに、あの、移転させていただきまして、ここから、あの、浦和ポイントさんから、あの、歩いて、駒場まで15分ぐらいかな。で、ちょうど通り道なんで、ぜひぜひ、そこからも行っていただければと思いますんで、はい、ぜひ、詳しくはあの動画ありますんで、そちらのご確認ください。この後、私、裏に行って移転してきます。こ
この後行くの？あ、ちょうどもう、あの、リキさんが終わったあたりに行く。あ、そうですか。お疲れ様です。はい、頑張ります。あ、すいません。はい。あ、もう一個スパチャーきました。ありがとうございます。パープルさん、勝ちたいです。いや、もう本当に勝ちたいです。はい、いや、勝つだけ、いい勝ち方したいぐらいなんですよね。はい、申し訳ないんですけど。じゃあ、最後に一言という感じで、小林さんからお願いいたします。はい、本当に、あの、こういう機会いただいて、あの、浦和レッズさんと、あの、試合ができるっていうのは、本当に、あの、素晴らしい機会だと思います。本当、だから、勝ったとしても、負けたとしても、何か得るものが、多分、あると思うんですね。で、ただ、やっぱり、全力尽くさないと、その、得るものっていうのは、大きくならないと思うので、まあ、本当に、なんていうか、全力尽くして、なんとか、あの、爪痕を残せれば、というようなところですので、あの、ぜひ、よろしくお願いいたします。謙虚。はい、謙虚。こういう時の方が怖い。怖い。怖い。はい、じゃあ最後、あの、一言と合わせて、ぜひ、ちょっと近藤無線さんから、あの、コメントもいただきましたんで。明日は必勝でお願いします。いい。ありがとうございます。じゃあ、そんな形で、今日、はい、ありがとうございました。明日、一緒に対戦頑張りましょう。ありがとうございました。